今回シーメンスはスマートマニファクチャリングをコンセプトに、エッジと AI を中心とした様々なソリューションを4つのセクションに分けてご紹介しております。それでは実際の展示内容を見てまいりましょう。ドライブからクラウドまでを1本の通信線で、しかも PLC、HMI などのハードウェアを削ることもできるというですね、垂直統合というモデルになっております。で、上位システムのですね、このオプセンター、そしてさらにはクラウドのマインドスフィアというソリューションも弊社社内で内製でやっております。ですので、この現場レベルから、このクラウドレベルまで全てのレイヤーにおいて製品を持っているというのがシーメンスの強みになっております。現場から上がってくるデータをインダストリアルエッジの PC に入れ、そしてアプリケーションで可視化をしたり予知保全などを行うことができるソリューションです。実際に上がってきたデータをこの PC の中で分析し、前処理をしたり可視化をしたり予知保全をしたり、さまざまなアプリケーションをシーメンスの方からご提供しています。さらにこちらのルーターを通してデータをクラウドに上げ、さまざまなクラウドソリューションもご利用いただくことが可能です。産業リモートアクセスソリューションとしてシーメンスが提供しているシネマリモートコネクトは、あらゆる業界のリモートメンテナンスをサポートします。エンドユーザーである装置を装置メーカーが遠隔地からサポートする、そういった時に自社の社内やあるいは自宅からインターネットを介してシネマリモートコネクトサーバーを経由してセキュアに製造装置へアクセスします。また工場のネットワークやセキュリティに対してもシーメンスはコンサルティング等をサポートしています。半導体の装置メーカー様が環境対策に、ご使用いただけるというようなソリューションをですね、4つほどピックアップしてご紹介している展示になっております。デジタライゼーション、シーメンスがこのデジタライゼーションで、お客様をサポートします。デジタルツインになっております。バーチャルのデジタルツインとですね、あとリアルな製造を融合することによって効率化に、成功しているというような実績もございます。消費電力の見える化による運用改善ですね、我々のインダストリアルエッジのエナジーマネージャーというアプリを使いますと、装置で、いわばマシンエナジーマネジメントシステムという構成を組むことができます。そうすることによって、装置単体でのエネルギー、消費エネルギーの見える化をする、そして、省エネに、貢献するというようなソリューションになっております。カーボンフットプリントの算出、我々はですね、調達ソリューション、グリーン調達のソリューション、G グリーンというプラットフォームを開発いたしました。今までざっくりと CO2 排出を計算していたところをですね、実際のエビデンスに基づいたデータとしてご提供しているというようなソリューションになっております。